はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、対戦の方やっていくんですけど、今回もシンパラドックスポケモンの1匹をね使っていこうと思います。その名も鉄の頭ですね。まあ、このポケモンはコバロンのパラドックスポケモンということで、まあ、非常に見た目がかっこいいですね。まあ、そんなポケモンのね性能を先に紹介してから対戦の方行きたいと思います。まずタイプですね、鋼エスパーということで、まあ、対戦自体はまあそこそこ優秀かなと思います。まあ、ただまあエスパータイプがついてるので、まあちょっと弱点はね多く受けてしまうかなと思います。そして種族値ですね。まあシンパラドックスポケモン種族値全員優秀なんですけど、HP90、攻撃72、防御100、特攻122、特防108、素早さ98ということで、まあ素早さもねそこそこ高く、ありながら、まあ攻守においてねかなりバランスのいい種族値かなと思います。でしかもね攻撃が72とちゃんと低いんで、まあ590族で A が低い、まあかなりね使いやすい種族値ですね。そして鉄の頭ね、事前に発表されていたんですけど、専用技もあります。名前がタキオンカッター。粒子の刃を立て続けに発射して2回連続でダメージを与える。攻撃は必ず必中するということで、まあ、2回連続の攻撃ですね。まあ、1回が50なんで、まあ、実質100の技、そして命中が必ず必中ということで、まあ、非常にね使いやすいし、まあ、パオジアンのタスキを貫通したり、ミミッキの化けの皮を貫通したりと、まあ、強い技になってるんじゃないかなと思います。で今回ね鉄の頭の使っていく型なんですけど、まあ、最初はねスカーフ型で、まあ、ボルチェン、タキオンカッターみたいな感じで使っていたんですけど、まあ、ちょっとね火力足りないなーっていうところがあったんで、まあ、素早さを上げつつ火力を上げることができるエナジー瞑想型で今日はね使っていこうと思います。それでは早速ですが対戦の方へどうぞ。はい、それではね鉄の頭使って対戦の方やっていきたいなと思います。まあ、今回ね、まあ、ちらっと最初言ったと思うんですけど、まあ、最初ねスカーフで使ってたんですけど、まあ、多分ね瞑想エナジーの方が使いやすいし強いなっていうところで、まあ、ちょっと動画撮り終わった上で型を変えてねもう一回動画撮っていこうかなと思います。対戦相手の方よろしくお願いいたします。でなんか相手の攻撃にドリューズがいるんで、なんかカバの砂にただ乗りされるのが非常に嬉しくはないんですけど、まあ、ただ、まあ、ポリツーとかいるんで、まあ、これはねエースに鉄の頭投げたいですね。まあ、初手置きポケモンカバープラス鉄の頭って選出が強そうなんですけど、まあ、初手を連撃裏押すにするか、まあ、海流にするかといった形で、まあ、海流だとオーガポンに強いで、ポリツーには弱いけどポリツーにはカバから展開できるから、まあ、帰るのがいいかな。まあ、ただ連撃ウーラオスだと相手の連撃ウーラオスに怪しい、オーガポンに怪しいけどそれ以外にはめっちゃ強いということで、まあでも海流が安定か。まあ、最近ねオーガポンもね結構型が増えてて、まあ、電光石火持ちとかもねいるんで、うん、まあ、海流で、まあ、大体対面勝てるんで海流でいきましょう。ということで対戦相手の方よろしくお願いいたします。で今回ね使っていく鉄の頭なんですけど、まあ、技構成ね非常に悩みました。まあ、エナジーで瞑想、タキオンカッターで、まあ、崩ししたかったんで、サイコノイズ。相手にね、回復させないサイコノイズは確定で、まあ、ラスト1個、身代わりか、まあ、テラバーストで悩んだんですけど、まあ、水テラ瞑想したら、まあ、サーフ号とかに打点なくても、まあ、剥がれに打点がなくても、まあ、やれるかなと思ったんで、身代わりにしてきましたね。はい、まあ、とりあえず、なんか硬いな。ケタグリケタグリケタグリを、乱数で耐えられそうな気がしなくもないんですけど、まあ、とりあえず、ケタグリ打っていきますか。まあ、これね、相手のね、カバルドン、あ、じゃないや、ディンルーが、カタスト打つ人と、まあ、カタストロフィー打って裏の圏内に入れてくる人と、ここで吹き飛ばしを選択してくる人の、2パターンいるんですよね。ねえ、まあ、吹き飛ばしで、鉄の頭来るとちょっと嫌だな。あー、偉いというか、まあ、そっち側のね、まあ、どっちも強い動きなんですけど、まあ、裏エナジーなんで、これカバルドン、ちょ、頼む、マジでカバルドン、マジでカバルドン来てほしい。あ、川だ。オッケーオッケーオッケー。そう、なんで川かっていうと、まあ、今回ね僕鉄の頭の見た目がかっこよすぎてウルトラボールでね捕まえてきました。めっちゃ粘ったんだけど、まあ、あんまり僕おしゃぼとか色違い興味ないんですけど、なんかねその瞬間だけウルトラボールで捕まえに行ったんだよね。でしかもなんかウルトラボールってなんかめっちゃ捕まりづらいの知らなくて、なんか20分ぐらいねまずウルトラボールで粘ったんですよ。ずっとリセットして、でなんかそこで捕まりづらいっていうのを知って、まあ、違うボールにしようかなと思ったんですけど、そこでやめたらなんか今までの努力が無駄になるような気がして、まあ、1時間ぐらいかかりましたね。でもなんか人に聞く感じ1時間でウルトラボールで捕まえられるのはちょっと運がいいらしいですね。はい、まあ、とりあえずねあくびで、カタストロフィー、はいはいはい、まあ、流していきたいですね。まあ、カバルドンで起点作成しますか。でもこれね海流がね、まあ、ちょっとステロ分かれて機能停止しちゃってるんで、まあ、鉄の頭で全抜きしていきたいですね。まあ、ただ、まあ、オーガポンとかも、まあ、頑張ればいけるし、まあ、相手引っ込める。まあ、これでね、その、
サーフゴがいた時がちょっとめんどくさいなと思いつつオーガポンオッケー。これはまあサーフゴがいないと思っていいのかな。まあ、それともなんか地震打たれるの気だって、まあ、一応オーガポン投げてきたっていう可能性はありますね。はい。でまあこれでまあ一旦あくびループが入ってるようには見える、サーフゴがいなければね。でまあオーガポン眠らせるかステロもう一回入るんで、まあ、多分眠らせてくると思うんだけど、まあ、その場合瞑想を積んでいくみたいな動きが強いですかね。はい、ウトン、オッケーオッケーオッケー。まあ、最速を期されるかどうかみたいな話はあるけど、まあ、とりあえず、まあ、眠らせたんで瞑想していきましょう。で、今回は、炎技受ける機会が多いなと思ったんで、水テラスにしてますね。まあ、水テラスは一応なんか、ウッドホーンとか、抜群になっちゃうけど、まあ、一旦しのいで、瞑想なり攻撃するっていうアドバンテージを取れるのが、強いと思って水テラスにしてます。まあ、ここは頭投げていきましょう。まあ、ちなみに皆さん、頭何ボールが似合うと思いますか？え、絶対ウルトラボールかっこいいよね。まあ、ウルトラボール以外だと、まあ、多分無難なのはヘビーボールとかになってくるのかな。まあ、あんまり俺おしゃぼの知識がないんで、まあ、いろんな派閥がいるからね、おしゃぼには。まあ、それでいいと思ってるけど、なんか俺ダイブボール合うと思ってるんだけどさ、これダイブボールダメですか？まあ、俺の知人に聞く限り、まあ、ダイブボールはちょっと違うよと言われましたね。はい。まあ、とりあえず瞑想積んで相手引っ込めるの、これディンルー来んのかな。まあ、ディンルー来たとしてさ、ちょっとタキオンカッターで落とせなかったらちょっとまずいぞ。そう。で、今回、まあ、S ブーストで使う関係上、特攻ちょっと削ってるんですよね。あの CS 物販にしちゃうと素早さが上がらないで特攻が上がっちゃうんですよ。でまあ素早さ中毒値98なんで、まあ、できれば素早さ上げたかったんで S 物販して C 削ってます。まあ概要欄に調整載せておくんで、まあ S エナジー使いたい方はね、こんな感じの調整にしてみてください。さすがにプラス 1OK。 まあ落ちますね、うん。いやこれさ、なんか S エナジーで S 上げてタスキパオとかさ破壊するの絶対楽しいよね。まあ本来まあ最初使おうとしてたのがスカーフなんだけど、まあスカーフにしてた理由はパオシナを上から叩く、そのためだけに。はい。あ、オッケー。これ勝ったかな。まあどうなんだろう。なんか、シャドーボールとか持ってる可能性もあるけど、まあ一旦、いや、まあぶっちゃけ水テラ瞑想でもいいけど、なんかトライアタックが等倍で入ったりする方が嫌だし、まあ俺が相手だったら、まあ身代わりがない読みで、まあデンジャー打ちたいところだよな。まあ、水テラスして裏目はないんだよな、多分。トライアタックでも、まあ、瞑想積んでるから、正直、ポリゴンズに何を選択しても負けないとは思うけど、一旦隅代わりでいきます。いや、これ身代わり生きたな。なんか、テラバーストでもよかったんだよね。鋼への打点で、水テラバー、あ、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、瞑想して、あ、瞑想するっていうか、まあ、サイコノイズでいいのか。え、このサイコノイズが、回復封じみたいな2ターン効果がある、新技で、なんか頭って多分、瞑想とかしてサイクル破壊っていう運用をするのが強いかなと思ってますね。はい、オッケー。ということで対戦相手の方ありがとうございました。なんかポリゴン2ってちょっとさ、対策したら簡単に勝てるな。はい、対戦相手の方が見つかりました。グッチさん、対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティーの彩りが非常に綺麗。てかスイ君ってやっぱパーティーを締めるよね。見た目締まるわ、パーティーが。うん。まあ、そんなスイ君もまあ、鉄の頭でまあ、瞑想身代でいけるっちゃいけるけど、まあ、ラス1で展開した方が強そうなんで、まあ、初手置き後まあカバルドン鉄の頭っていう選出をしてっていいかな。でまあ、カイルまあ、なしではないんだけど、サーフ王がちょっと重いよな。まあ、さっきと違ってなんか連撃ウラオスでいいような気がしなくもないですね。まあ、まず頭ってちょっとディンルーに弱いんですけど、まあ、ディンルーが後から来ることってあんまりなくて、まあ、初手から来ることが多いんで、まあ、初手のポケモンでディンルー削ってまあ、頭を通すみたいなルートが一番強そうかな。まあ、そうなると、ま、連撃ウーラオス、カバルドン、鉄の頭でいきますか。うん。これでいきましょう。対戦相手のグッチさん、よろしくお願いいたします。まあ、鋼エスパーってね、ラティに最も強いからね。は、メタグロスが、うん、ラティオスに強いのと同じで、まあ、このポケモンのね、対戦も優秀なんで、まあ、ただ、ラティもね、テラバースト炎とかね、存在しててもおかしくないと思ってるんで、まあ、そこだけは、警戒しつつって感じかな。はい。サーフ号、うん、まあ、サーフ号はまあ初手に来るサーフ号はなんだろう、なんかメガネかスカーフな気はするけど、ゴツメとかだとちょっとめんどくさいですね。まあゴツメだった場合多分ウーロス機能停止になるか倒されるけど、カバでステロ巻いてスカーフショック、スカーフショックか。ああ、まあ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 、でもなんか耐久振ってないと水流悪で落ちそうだけどね。相手ゴド悟だね、ギリ落ちるな。
水平よりアクアジェットの方がダメージとしてはでかいから、まあ落ちそう。ただまあ引っ込めてくる気がするし、なんならこのサイコショックのスカーフでこだわってるサーフ号を、あ、通るんだ。はいはいはい。まあ、場にあえて残してカバを展開させるステロを打つみたいな動きも、まあ、強いっちゃ強かった。まあ、ただ、まあ、倒せるなら倒せるで多分それに越したことはないかな。うん、はい、ラティオスでこっからまあウーラオスにね強いポケモンが来て、でウーラオスに強いポケモンをカバルドンで切り返して瞑想積んでいくって感じかな。まあ、だいぶいけるとは思ってるけど裏次第だな。まあ、ラティオスに対して、まあ、そもそもあのカバで起点作成しなくても瞑想積んでいける鋼エスパーの体制はあるんですけど、まあ、ただまあステルスロック巻いておかないとオーガポンを処理するのがちょっと難しいっていうのがあるんで、相手テラスか、なんだ水テラ瞑想とかしてる、なんかまあ赤ジェット打っても赤ジェット打っても鋼テラスか。まあ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 、ラティオスといえばね冬なんで鋼と相性いいんですけど、まあ、だったらこれアクアジェット打つべきだったかな。うん、なんか瞑想積まれるのが嫌だったんで、まあ、ちょっとまあアイススピナー選択したんですけど、火力あるな、まあ、多分メガネかな。まあ、メガネじゃないと多分落ちないと思うんだけどね。玉、はいはいはい、玉か。まあ、でも玉はカバルドン全部攻撃耐えるんで、まあ、カバーから入って、まあ、ステロ巻いて、で、まあ、C がとことん下がったラティだったら、まあ、あくびなくても起点にできるっていう話をしたんで、まあ、とりあえずここはステルスロック巻いておきますか。まあ、玉流星、流星 HD カバなんで耐えそうだけどね。はい、流星群、まあ、これは絶対耐えるんですけど急所に当たっていくというね、ことでカバルドン何しに来たんだいと、何しに来たんだカバルドン本当に、まあ、これんー、まあ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 、まあ、裏が、まあ、サーフ号なら多分、まあ、瞑想ガン積みで勝ちだからオーガポンがいいんだよね。とか、なんでオーガポンが嫌かっていうと、まあ、ステロ負けてないのもそうだし、まあ、ラティがね、ここで居座ってくれるならいいんですけど、引かれた時に、テラス切らされて、なんか、流星群が通るみたいな展開になるのも嫌なんだよね。で、相手、ウーラオスの場合は、まあ、サイコロイズで落とせるから、まあ、ウーラオスだったら、まあ、大体勝ちかな。はい、オッケー。居座ってくるなら、まあ、身代わり残して何でも勝てるかな。まあ、タマーラティオスでしょ？流星、テラバ、まあ、ラスターパージ、クイックターン。クイックターンか。それいい技ですね、うん、クイックターン結構、いや、クイックターン厄介だな。これオーガポンだったらマジでステロ巻いてないのが最悪なんだよね。これさ、これカバワンパンされたせいで多分負けだな、まあ、ただしかもなんか砂がさ、カバルドンちょっと利敵行為やめてくださいこれ、まあ、水テラスサイコノイズ打つしかないんだけど、いや、二瞑想で落ちないんだよね。だから、ステロ巻いてたら二瞑想サイコノイズとかで落とせて、ラティオスの流星群を耐えて、うん、耐えるから、タキオン買ったタキオンカンターとかで、多分勝ててたんですよね。ステロ込み二瞑想サイコノイズで落ちるから、だから、ステロ負けてないとなると、まあ、ここはもう瞑想できないんだよね。サイコノイズ打つしかないから、まあ、多分ね、素直にツタコンだと思うけど、スタコン当たる。え、でもどうしたらいいんだ、もうラティには勝てないのかこれ、水テラスしちゃうと。いやー、ステロがあったら、二瞑想あったら、ここで相手がチタコン打ってくるなら、まあ、二瞑想できてればラティの攻撃何でも耐えてたから、まあまあまあ、さすがにチタコンだよね。で、耐える。いやー、待って、砂も邪魔だし、カバルド、お前カバルド頭を削らないでくれ。で、あと一旦残ってるもんね、砂のダメージが。いや、そうだよな。まあ、倒して砂入ってラティクル、いやー、ステロ巻いてれば勝ってそうだったけど、なんなら多分ステロあくび俺いけてると思うけどね、 HD なんで。ステロあくびまでできてたらもう絶対勝ってたけど、しょうがない。これどうするのがいいんだ。いや、そっか、ステロダメージも入らないから。え、待って、ステロ、いや、待って、これ瞑想タキオンカッターでさ、弾ダメ込みで音、いや、ステロがない。まあ、でも瞑想するしかないんだよね、多分。流星群打たれる、瞑想、瞑想したら俺、流星群弾だったら耐えると思ってるんですよ。頭、足属地優秀なんで。まあ、エナジーにしたおかげでね、ちょっと体験にも触れてるのが偉いからね。だから瞑想して、弾ダメ入る、タキオンカッター、いや、急所しかないか。だから、まあ、タキオンカッターって2回攻撃あるから、急所の確率をちょっと上がってると信じて急所に当てるにしよう。はいね、瞑想して、まあ、これはね、多分流星群耐えると思うよ、弾だったら。
てか耐えてくれ。自己最クイタンテラバ流星群。ああ。でもこれさ、逆に勝てそうじゃない？でこっち二迷走したでしょ。ああ、もう鋼に打点がないのがね、痛い。まあ一戦目ね、デンジャースカス身代わり強かったけど、やっぱ鋼に打点がないんで、まあ、テラバースとちょっと欲しさもあるな。でもこれ相手がさ、自己再生してきたから勝てそうじゃない？タキオンカッター、弾ダメ、タキオンカッターで落とせばいいよね。てかまあそれしかないかな。てか流星群耐える。なんかちょっと弱いぞ火力が。あ、でもまあ弾ダメで落とせる。瞑想とかないもんね。流星群、まあこれ多分耐えるよ。ナイス、オッケー。頭硬いな。いや、なんだかんだやっぱ耐久は高いですね。うん、で、あとはタキオンカッターで、まあ落ちれば勝ちかなと。まあ相手が自己再生打ってくれたのがちょっと助かったところはあるんですけど、まあカバがポンコツでしたね。はい、オッケー。ということで、まあいい感じにね、S エナジーからの瞑想っていうののね、強みが出たんじゃないかなと思います。まあ多分ね、素早さ98だと結局ね、早いやつらに瞑想積んでもやられちゃう。まあパオとかにね、弱点疲れちゃうっていうのがあるから、やっぱ S エナジーと相性良さそうですね。うん、ということで、対戦相手のグッチさん、ありがとうございました。まあ、よかったらね、来月からのランクマッチで、鉄の頭使ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。